はい、どうもこんばんは、カズクラでございます。またやってきてしまったよ、ヘイブの世界に。いや、この前かくれんぼすげー楽しかったんだけどさ、なんかね、こういろいろ参加してる人の人数あるじゃん。この前のこれね、ハイドアンドシーク、これを見ると最近の流行りがわかるんだ。というわけで、スカイウォーズ、そしてトレジャーワールド、戦争が大好きなんだな、これ。なんかいろいろ手に入りそうで、これ超楽しそうなんだけど、これ行ってみるか。トレジャーだ、トレジャー。財宝割りのベッドウォーズ。え、財宝があれば無限にリスポーンすることができます。え、なんで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 。もう一個、これはスカイウォーズは、ラッキー鉱石を発掘して戦利品を獲得し戦い。何この楽しそうなの。こっちにしよう、お宝感があるぜ。というわけで、これは今回のライバルたちか。負けることはできねえな、負けることはできねえぞ。なんだこれ、半分、半分牛で半分腐敗したな。いろんなスキンあんだな。というわけで、うわ、超楽しそうじゃんこれ。ゲーム変えちゃってて、はい、返します。なんかいろいろ入ってるよこれ。え、ちょっと装備できるもん装備して早速プレイしていきましょう。これなんだ。ステージが集めたりして、回収しましょうと。あ、とにかく発掘がメインになるやつかこれ。あ、本当になんか出てきたぞ。うーわ、靴とかなんか出てきたんだけど、これやべ、楽しい。プレイチームは全滅しました。もう来てんのか。もう来てる。え、ちょっと待って待って待って、なんか今落ちたよね。なんか落ちてたぞ、もう勝手に落ちてったわ。なんかやべえ、真ん中の方にすげえ装備の人たちいっぱいいんだけど。これはなんだ、フローズン、どうなるんだろう。ボーン、そう、真ん中の住人がすげえいいもんばっか持ってやがる。これ初回からなんかあるかもわからんな。とにかく隠れて、あっちだな。落ちてった、落ちてった。おれ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 、みんなすげえ綺麗に歩けるんだって。なんか、なんかないか。おー、これ勝手に割れるんだ、このブロック。なるほど、おいいとこだけね、いただいていきたいんだけど。こっちから回り込むか。ずるいぜ、ミステリーチェストなんて。これ弓で狙われたら、バレてる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 よこれ。あと残ってんの誰だろう。倒してきたよ、イエーイ。うわー、初キル、初キル。あとはどこにいんだろう、みんな。エンダーチェストいる、なんか黒いの何なんだろうね、あれ。おら、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 やばいはずだぞ、あいつ。やったー、あっ、あっ、か、か、スーパーカズクラ、スーパー、スーパーカズクラ買ってもだー、勝ってもだよー。嘘だろー、カズクラが勝ってもだ。ちょっと待って、こんな勝っちゃってよかったんすか。まあ、これがカズクラだ。初めてのこれで勝ててしまう男、カズクラ。いや、もう
分かってしまった。すべてが分かってしまったよ。どうやって勝てばいいのかもう分かってしまった。ありがとう。なるほどな。効率的にどうやればいいかもう体感的に分かるというあれだ。私はね、エンダーパールやらいろんなものが重要になってくる。当然だ。これ攻撃されたのかどうかもわかんない。というわけで今日はこんなとこで終わるか。ちなみにどういう風になってるのかちょっと他のプレイヤーのあれ見てみよう。やっぱこうやって掘るのが大事なんだわ。こうやって掘ってはいいもんねえかなみたいな感じで探し回ってさ、ほんでやっぱこの中央のところに、あ、最多キルとかこれさっき、あ、最多キルがこれね。あー、なるほど。あれ黒いのそうだったんだ。最多キルプレイヤーが表示されてたり、まあ、真ん中のところにねいろいろチェストがあったり、あとは時々発生するなんか紫色のねいいチェストを手に入れて、お、これうまいんだって。みんな今の見た？走りながらあの前方にブロックを置いてくっていうすごい選手がいっぱいいるんだ。これうまいな。あ、ほら敵を見つけて、敵を見つけて、でギリギリまで、あー、これなくさせて今のうちになんかアイテムを取ってみたいな、そういうことをやっていくんだな。見てる見てる見てる。うわー、上手上手上手。一気にいって、そして後ろから殴りかかりに行く。あー、なるほどな。いやー、勉強の、落ちた落ちた。いや、めちゃ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 慎重に行くな。めちゃめちゃ慎重にいくな。さあ来いよ、さあ来いよってきな。さあカモンって、うわ投げれんのボムを。いやこれはまた楽しいな、爽快で。まあというわけで今日はこんなところで終わっといてやろう。またここを荒らしに行くかもわからんし、またなんか面白いとこあったら教えてください。というわけでまたお会いいたしましょう。じゃあのー。